はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、新春パワーアップ祭り天空中央編をやっていきたいと思います。天才確定会になりますので、今回も、成功手形とメスを持ち込んでます。で、デッキの方なんですけれども、天空中央強化の特攻キャラですね、ジェントル東雲とワイルド雷、この2人を入れてます。で、この2人を入れることによって、トゲトゲハートをね、取った時の体力減少、これを抑えられるという効果が、出てきます。2人入れれば2人分効果が重複するのかどうかはちょっとわからないんですけれども、2人入れてます。と、あと例によってタッで稼ぐっていうよりはやっぱりハートを回収して稼ぐ方向になりますので、まあ、そんなにタックが強いキャラを入れなくてもいいかなということで、まず渚ちゃんですね、入れてきてます。で、渚ちゃんはイベント発生率アップがありますので、今回招き猫を持ち込めない関係上、イベント発生率アップは結構重要になってくると思います。で、試合経験点ボーナスは 15%。 ちなみにジェントル東雲くんも試合経験点ボーナスは持ってて、でワイルド雷については45であれば試合経験点ボーナスがつくんですけれども、自分はプラモじゃないのでこのままになってます。で、あと守備上限アップとして永瀬くんを入れてます。で、永瀬くんも試合経験点ボーナス持ってます。で、前回に引き続き、ジャスミンちーちゃんの、50かつ完全覚醒をお借りしてます。で、ちーちゃんに関しては別に試合経験点ボーナスはないんですけれども、結構試合経験点ボーナスを、積んでるので、まあ、そこでも経験点は稼げるかなと思います。で、はるかちゃん独身術を取っていきます。ちなみにここはレイリーは、固有キャラというかイベントキャラ的な扱いで出てきますので、デッキにセットすることはできませんということで、ミート上限アップと守備上限アップ、これで、やっていきます。では、早速コツがある。で、例によって10月の4週までは特に変わらないので、やることはまずは篠梅くんコツを取りましょう。よし、守備職人はとりあえずゲット。で、11月でレイリーとファールが出てくると、もう確定で女の子を回収できるんで、女の子回収は基本的に任せたいんだけど、やる練習がない。とりあえずちーちゃんの評価でも上げとくか。だからタックを絡ませるっていうよりは、まあ、ハートにタックが絡んでくるっていうイメージですかね。別に頻繁にタックは発生しなくていいということになります。まあ、どれだけエンジェルフラッシュが出るかっていうのが最重要なんだけどね。で、エンジェルに関してはちょっと絶対取っておきたいエンジェルがいらっしゃるので、いや、強いかどうかはちょっと別問題なんですけれども、暁大付属のスミカちゃんで、スミカちゃんは要は全経験点アップのハートを放出するので、とりあえず取っておきたいということになります。あ、木村ちゃんが来た。まあいいか、とりあえず来るものは拒まず。で、天才、お、千丸がついた。さて、ここからはちょっとはるかちゃんの評価も上げつついきますか。監督評価もちょっとは気にしないといけないのって、この経験点で守備職人って取れんの、ちょっと見てみよう。取れるのであれば取りたい。あ、取れるね、取ろう。まあ、はるかちゃんはね、あのハートで一応評価も上げられるんで、そこはかなりでかい。この評価も絡んでこないかな。練習か。ゆかり様を発掘した。もう本当にあと誰を発掘してくるかはマジで任せる。高級タオルにしよう。回復する。コツ、永瀬くん。永瀬くんは経験点しかないんでいらないな。うーん、いないね。いないんでどうしようかな。エンジェル、誰か発掘したいかって言われたらもう別にいないんだよな。じゃあちょっと経験点もらっておきますか。監督評価いない。永瀬くん
くれ。まあ、ポイントがないとね、レベルも上げられないんで。監督がいる。誰もいないな。とりあえず監督一回このポコって上げとこう。ついでに4か。さらにここで5。監督はね、最後に15上がるんで、不運の結果、永瀬くんイベントがわからん。これは上か。あ、そうだね、サブポジみたいなのがつくんだよね。今サードできてるから外野にしとこう。で、コツがある。メンタルにあるか。東雲くんやっておきましょう。まあ、サイリさんとか、まあ、また別にあげなくていいと思うんだよね。よし、アベレージ切った。ゆかり様最大。あ、それはそれで結構助かる。で、監督評価もう一回上げとく。とりあえずあちーちゃんの評価も上げつつ、アフリカ土産、これはジャンベ。適当。調子極端のやつもなんかあったよね。積極打法、コツ、筋力、ただし死ぬ。はるかちゃん、あれ今評価いった？これはかなりでかいぞ。評価いったのであれば、いいね。8上がったわ。やべ、さらにここから上がる。これはやらせてみよう。で、そこからはるかちゃんの評価を上げられるのであればもう上げておこう。精神精神。これで乗ったかな。さすがにまだか。いないからわからない。監督いや、もうほっとこう。すみかちゃんが回収できそうだね。回収だけしとくか。で、10月の3周、一応タックが打てる。監督、雷コツ回収しておきたいんだよね。やろう。くれ、パワヒ。よっしゃ、ビビちゃん、チユちゃん、なんかいっぱい行くな。まあ、結局こいつらはレイリーとファイルが回収するからね。で、上にして体力を回復。体力があれば下でもいいと思います。連打のコツが入るんで悪くはない。で、はるかちゃんやっておこう。評価、はるかちゃんの評価はマジで上げておきたい。 OK からの来たで、告白も来た。なるべく評価を上げていきたい。任せなさい。で、ここから基本的にはエンジェルが揃うまではレイリーとファウルがいる練習をやっていきます。ちょっとタックがある。結構経験点もらえるね。ここにしとく。ラブパワーも発動してるからか。うん、あまり減らない気がする。ひかみ、経験点のバランスはね、ちょっとどうなるかはわからない。本当にもしかしたら偏るかもしれない。そこは気をつけておきたい。これははるかちゃんあげつつ、しののめくんだな。広角打法が欲しい。パワーヒッターも取っちゃおう。で、はるかちゃんは完璧。あのハートの大きさでどれくらい稼げるんだろう。2か。微妙。練習で、これはジュース。経験点だけか。ファウルがいる。まあ、もちろんエンジェルフラッシュが発動してればエンジェルフラッシュに行きたいんだけど、ここはファウルでいいでしょう。調達してきてくれ。2人いるとね、だいぶいいんだけど。相良さん、ちょっと上げられる人は上げていきますか。さえりさん、ひかりちゃん、木村ちゃん、
あ、そうそう、スミカちゃんね、スミカちゃんあげとかなかったわ。サユリさんもあれ出すのか、全経験点。相良さんは、まあまあまあバランスいいのかな、ちょっとわかんねえわ。まだあと4人いるしね、勧誘できるのは。どっちだ、3人。ここファールがいる。おい、タックも発生してるんでやっときましょう。お、減りが少ない。2人いるからか、やっぱり2人いた方が減りは少ないのかな。治癒、ちーちゃんに相談、恋愛の悩み。そうだ、こいつはモテモテくれるんだ、かなり嬉しい。12月中に本当全員集めたいんだけどね。この2人はマックスまで上げてるんで大丈夫です。技術がね結構余る傾向にあるんだよね。マネちゃん、これで何人目だ今。12。ちゆちゃん、あ、ちゆちゃんも全経験点出してくれるんだ。さて、2人揃ってくれるか。いない。エンジェルハートもじゃなくてエンジェルフラッシュもまだ出せない。いや、一回もう一つのねアカウントの方で予習しましたけど、その時はね雷と東雲両方入ってないんで、両方持ってないから。あ、エンジェルフラッシュ出せる。これはエンジェルフラッシュを出しましょう。これは最優先、出せる時には出す。しかもファールいるしで、ちょうどクリスマスで体力も回復できるし、かなり美味しいな今回は。ミサちゃん、メリークリスマス。いや、いいね。いや、はるかちゃん本当 PSR プラゴにしたい、本当に。先にエンジェル、エンジェルのレベル上げはもう最優先で、ちゆちゃんとみさちゃんがいるからちょっと微妙な感じはあるけど、どうだろうね、まあ、いざとなった時に練習経験点じゃなくて、なんだっけ、怪我ダウンもう役に立つかもしれないね。体力は減ってくるんで。うお、減る。教えてください、減るのか体力が。野球が上手くなりたい。経験点を取る。小吉、体力は回復しないのか。メンタルがどうしても多くなるんだよね。メンタルをやりながら回収が一番効率いいんで。これは特に何にもない。挑戦状、なんだっけ、これだっけ、これちなみに失敗っていうかさ、間違えるとどうなの、月守備職人取れんだ。サンパーか、これ結構でも回収がはかどりそうだね。うわ、もう体力がね。メンタル、コツがあるか。永瀬くんだからまあいいや。エンジェルクラッシュも出せないんで、一応エンジェルはもう全員大丈夫だよね。全員マックスになってるんで、じゃあ上げていきましょう。てか大丈夫博士ってさ、弾道上がらないの？今まで一回も上がったことないんだけど。確率で弾道とかもなんか上がってほしいよね。で、守備をじゃあ上げていこう。守備とミートを重点的に上げていきましょう。上限があるんで。で、お出かけデート、はるかちゃんは最初は回復する。で、2回目と3回目が回復しない。で、4回目は回復する。一応そこら辺もちゃんと把握した上でやっていきましょう。回収にしようかな。回収だね。ここも割と精神が回収できるか、ちょっと精神必要だからな。
たい。でここはお疲れジュース、いいやつ、体力アップ、悪くない。4人、ここだな、決まりだ。バレンタイン前だけど関係ない。エンジェルフラッシュのハートの保湿はマジで最優先。わかりやすく教えていただきたい。どうだ、そういえばミートコ作れるんだよね。今のところ2分の2で成功してんな。もう来たのか、早えな。ミートコツ手に入れたからあげたかったんだけど。経験点はくんない、経験点くんなかったけど4は上がった。だってこれオール4でしょ。どうなの、経験点的にいくつくらいなの、4444って1234みたいな感じでしょ。なんか大した経験点になってない気がするんだけど、まあいいや。で完走できない可能性があるからね。ゲイルやろう、これはもうマジでやる。エンジェルフラッシュ率がかなりいいね。ラブパーが発動してくれればめちゃくちゃ練習できるんだけど、俺がいる。だから別に渚ちゃんでいいんですよね、正直。選手キャラはもうあんまり。ゲッ、すげえなこれは。怪我ダウンがちょっとねだいぶ出てるけど、あとはね回収もしていかなきゃいけないんで、まあ、強化の場合はね合宿がないん でこれ帰らないにするとサブポジがつくんだよね。帰らないにしようで3人。もどんだけ回収できないかよくわかんねえんだけど。どこがいい、ここめちゃ回収できない。いや、まあ、溢れることは多分ないと思うんだけど。うおー減る。これ東雲くんとかいなかったらちょっときつかったね。これも次精神しかできないよ。でここは上り竜が欲しい。弾を受ける、来い。行ってどうなの、あ少しか。敏捷ポイントがやたらあるな。あまあそうか、上げてないからか。そもそも守備力をだいぶ上げてるから。で技術この量か、ってことは筋力が足りてないんだね。で補給は少し C とかで止めておいていいかな。ちょっとメンタルを見る、回収しよう。ちょっと今後はメンタルで回収をしていく必要があるんで、どうせ減るからねここで。って考えるとやっぱり技術余るんだな。うわここすげえ、 6% 筋力足りてねえけど、やろう。ハート放出した。スミカちゃんってなんだっけ、ゲー死ぬんだけど、マジで死ぬんだけど。これ下にしよう、少しでもちょっと体力を回復したい。パワーを持っていけるね。精神がなくなりそうだけど、ミートをひとまず102にしておきましょう。でデートっていうよりはやっぱり回復をしていきたいんだよね、取りたい。一回エンジェルフラッシュが落ち着くまではもう精神で回復していこう。てか雷精神来ないんだけど、どうなってるんだ。いや少な、もうだいぶ落ち着いちゃったか。でね回復しないんだよ、一回寝よう。あの金徳は回収したい。ここは選択肢とか特にないんだよね。なのでここ3人ちょっと金徳に縛られるのが嫌なので先に解消しちゃいます。
偉大アンダ製造機7。フラッシュが来てるわけではないんで一旦回復しよう。敏捷がやたらあるな。よし、ヘリの方が少ない。ヘリの方が少なければ問題はない。これって体力減るのかい。なんか体力が減った気がする。ほら、あーメンタル来てるね。3人いるし、うん、そうだね。これちょっとメンタルで吐き出しておこう。いいね。ワイルド雷は結構役立つ。てかイベント進んでる？なんかイベントが進んでない気がするんだけど。そもそも4人これやろう。なんか接近はとりあえず取ったのか。あとは回収しつつ、一番回収できるところここだな。敏捷をさばいておくか。肩が大して上がってないね。まあ、はるかちゃんはね最後デートするとして、一気にあら領事よし、言う通りにしよう。雷全く進んでないな。ジェントルも1回目か。マジか。渚ちゃん入れてこれか。おおお、これは固まりすぎだろ。ちーちゃんこっちくれ。ラブパワーをくれ。はるかちゃん、くそ。業者さんに頼みましょう。安定して精神を取る。これ2回目か。でパワーを A に持っていって、ちょっと肩、守備技術が少し足りない感じがする。呼吸は B。 うわ、もう訳が分かる。4人いるわ。なんか今回すげえな。今回ガチですごい。ちーちゃんさっき何手に入れたっけ。まあいいや、わかんねえ。これ技術だいぶ入ってくれたね。よし、回復。これ回復できるのかなりでかい。ちーちゃん練習ばっかだったっけ。これで OK。 どうよ。少し、いや3人、3人吐き出しつつ回収するか。なんかめちゃくちゃ減りそうだけどね、体力。でも20か。でまた精神をやりつつ、減る量の方が多そうだけど。21回復して28減って、ただ精神レベルが上がって、ちょっと待って、監督評価。あ、全然大丈夫だね。全然大丈夫。うわ、最後ターン数が少ないんだよな。まあいい、吐き出すだけ吐き出しておくか。今回マジですげえな。ちょっと守備も上げとこう。パワー S に持っていけるね、これ。ほい。でメンタル2回にどれだけハートが来るか。これが、これ1回目じゃね。いやもはやわかんねえ。射的でいいや。倒れた。とりあえずもちろん優勝する、決まっている。技術を稼いだね。よし、いいね。筋力技術で、あ、もうメンタルやる必要ねえわ。これいいや。もう吐き出すのはさすがにいいや。わかんねえんだけど、もう精神と、でっかい全部が浮いてるから、これいいや。で、あとは、一応ちょっとデート見るけど、残り4回、空デートが来ると終わるんだよな。空デートが来たら全てが終わる。怪我する確率は結構あるんで、ちょっとじゃあここは最後、メンタルで締めますか。で、4回デートする。
けるか。敏捷が若干少なめなのか、補給の A にしちゃおう。敏捷が1個あるね。よしやろう。あとはひたすらデート。痛い、関係ない。でここ監督評価15あるんで、とりあえず105まで乗っていれば全然大丈夫ですね。であとはデート、はるかちゃん頼むぞ。よし、 OK。 でここはね、あの下にする、階段で、そうするとはるかちゃんがハーハー言うんで興奮するという感じです。いや単純にね、あの上り調子を取りたかったっていう。挑発は骸骨とかないんで回収しておきましょう。これで上り竜のね、骸骨が取れるんで取っておきましょう。競争心も取るか。本類生還、あ、骸骨どっかで取れたなこれ。帰るか。不運の結果2回目で帰るをすれば本類生還のコツが1取れたんだ、競争心じゃなくて。ただまあちょっとサブポジをつけてます。なんか試合の時も喋ってるんで、久々に試合見ますか、いつもカットしてたけど、試合もなんかそれなりに長いからね。負け運持ってんだけど悲しすぎんなこいつ。もう負け運とか関係ないよ、実力が足りないんだよお前は。西谷さすがに抑えてるね。雷もキャッチャー能力は高いからね、キャッチャー丸とか持ってると結構助かるよね。3安打ピッチング、さすがだ西谷。いいね、試合経験点もバッチリ。雷がな、試合経験点持ってればさらに違ったんだけど。3回目 OK。 これ2回目、荷物持ちを手伝う。次デート、4回目。よし、まあここは回復するけど、まあ別にって感じだよね。でもちろんここも勝たなきゃ話にならないんで、サクッといきましょう。雷がちょっと無理そうだね、次発動しなかったらイベントが。伝説のさよならは取っちゃっていいんだよね。で基礎本能も取ろう。あとは独身術か。これ独身術も落としたらちょっと痛いね。雷落として独身術落とすってなると。お待たせいたしました。天空攻撃に入ります。トップバッターは神の、やっぱりね招き猫必要だよ。初球打ちました、取りました。そもそも負けるのがありえないからな、負けたら全てが終わるから。今のでホームラン持ってけなかったのが結構痛い。実は1点でも多く、ほら走者なしで一ノ瀬に抑えられてるか。神の投げた、俺神のゲスライダー走れ、2点入れてくれ。よし2点入った、ちょっと待ってかなり接戦だ。いかに守る、お前打ち砕く。この1点がよし決勝点になった。危ねえ、経験点もよし、甲子園に行ってモテまくる。これが最後のデート、 OK。 もうこれはとりあえず独身術さえ取れれば文句なし。よし、いやはるかちゃんの独身術のさ、このかなり率がほんと高い。あ、雷も完走したね。これは本当に一重に渚ちゃんのおかげ。渚ちゃん入れてなかったら多分無理だったよね。じゃあ重戦車軽い、そして独身術、まあ、金徳の数がねどうしても少なくなっちゃうのはもうここはしょうがない。2個吐き出してくれればもうほんと御の字だから、3個とか俺1回も吐き出されたことないんだけど。
で、これを見る限り敏捷ポイントが少ない。もう敏捷別に使うことあんまりないけどね。一応肩も S にしとく、せっかくだから。もう一個呼吸上限アップをもし入れてればできたけど、じゃあ誰入れるっていう話になるんだよね結局は。あ、特能振ってきますか。コツが取れることをちょっと考えつつ一発逆転取ろう。コツが少ねえな。コツを回収しよう。コツ、東雲くん広角打法が欲しいのよ俺は。練習か。もちろんここも勝つ。渚ちゃんがいるからね。あぶね、なんとかさよならで勝ったんだけど、一瞬負けるかと思った。コツ、コツをくれちーちゃん、なんでもいいコツをくれ。スカウトさん評価も上がる。粘り打ち、粘り打ちを取ろう。広角打法とかちょっと直撮りするか。粘り打ちってどこ、あれ上の方だよね多分。 あったで、ちょっと守備サブポジこれ20丸にしとこう、せっかくだから。ホームラン2本打てなかったよ。2本打てなかったけど100超える。これが試合経験点ボーナスの力。あ、最高ファウルか。こいつ超嫌なんだよな、超苦手で。足りなさそうなのは一応敏捷、精神はめっちゃある。じゃあ最後ちょっとファウルは見ていきますか。試合でチャンスちょっと直撮りしよう。うわ、20丸までいくとちょっとさすがに減りすぎだな。逆境とかって取ったんだっけ、ちょっと意外性取ろう。取れる細いやつ取っていこう。あっき打ち、代打、へっすら。あ、逆境取れんね。ムード、意外に精神が減ってきてる。で、高速チャージはサードだからいる。ホーム死守はいらない。プレッシャーラン、あとは盗塁アシスト。打球伸びは最後はるかちゃんからもらって取ります。窮地って意外に軽いんだね、取っとこう。まあこんなもんか、とりあえず。あー、守備移動外野行くのこいつ。そもそも走力ブーストもなんとなく取りてえな。あ、サード丸っていうのがあるじゃん。守備力がアップするってさ、もう上限突破してるんですけど、一応取っとこう。なんとなく思考のなんとかみたいなのがあるよね。俺全然取ったことないんだけど、まあ一回試合に行きましょう。なんかアプリだと思考の二塁手とか、なんかそういうのを取って、スタメンに配置するとだいぶ査定が上がるみたいですけど、まあ、作成はね、総合力なんでそこにどう反映してくるか。一発目からホームラン、負けは許されない。お前を打ち砕く。今日は重い広角打法必要だな。やっぱりよく1点取ってんな、このファールから。あれだな、打ってっかんね。うわ、これ入ってくんのかよ。初球ストライクから第2球投げた。うお、球が重い。他の1点入れてくれ、入れられない。スプリット、これ狙おう。もう変化球狙ってく。さすがにボールは狙えない。スクリームボールか。うまく来たらやる。よし、 OK。 着点点がねピタッと合ってくれれば。よし、勝った。渚ちゃんからも金徳をゲットできる。まあ、金徳のねちょっと少なさを渚ちゃんで補うというような感じになってます。そういうところも考えてあるから、ちゃんとドラフト2位、この活躍をしてドラフト2位か。ドラフト1位のやつの実力が知りたい。ボールくれ、渚ちゃん。でかい経験点、ヒートアップ。俺も誰からも第2ボタンをもらわれたことがない。
11,000。まあ悪くないね。一応強化はまあ1万を目指してやってるんで。じゃあとりあえず取れるものをまず取っていきましょう。ヒートアップからの打球伸びは丸にしておく。でとりあえず全部 S あるんで基礎能力はもうこれでいいでしょう。でそこから実能力的に欲しいやつ、守備職人は取ってある。レーザービーム取っとこう、外野行くかもしんないから。でローボールヒッターかハイボールヒッター、じゃあローボールヒッター。経験点をねうまく使っていく。満塁男、初球も欲しいよな。バントはいらない。固めも取っておく。内野安打欲しい。広角は欲しい。普通にちょっと臨床が結構あんのか。じゃあ盗塁、走塁も取っておこう。で精神が今のところある。守備道ね、どうなんだろうな。じゃあここを取っとこう。サインサッチ、あ技術がだいぶ減ってきたな。技術を使わないやつ、総力ブースト、うん、やっとこう。でコブはいらない。ラッキーセブンだね。じゃあでリベンジもそれなりにか。インコースとかは技術使うんだね。あんまりもう技術を使いたくない。ホーム刺繍はかといっていらないから、どう考えて もう技術使わないやつなんてないか。フルヒッターとかもロング怪我しにくさ。取ろう。早急欲しいな。丸にしておきたいな。早急丸にしとこう。であといけるやつ、ちょっと技術がなくなってきたか。気分屋はどう考えてもいらないから、こんなもんか。あと余った基礎能力上げていきますか。100、はいはい、うん、使い方としては悪くない。ちょこいつパワチャレ用になんかいけそうだな。完成。まあ、どうしてもねちょっと上限アップが2つっていうのと、金徳シナリオで取れるのが少ないので、まあ、すごい伸びっていうのはないですけれども、まあ、能力的にはいいんじゃないですか。あ、独身術もあるし、うん、独身術しかなんかこれといったなんか実能力的なのないな。あんな製造機はねパワチャレでは使わないからね、もう本当に強振一本でいくんで、どっちかっていうとアーティストが欲しかったなっていうところ。伝説のさよなら男もね大してさよならの場面にならないし、まあ、挑発はでもあっていいのか。本当にこれってストライクで攻めてくるの増えてんの、なんかいまいちよくわかんない。まあ、上り竜ヒートアップもね打席を重ねれば能力的には上がってくるけど、このミート102とかさ守備102になってるけどさ、これ以上上がるのっていうのもねちょっと微妙なところなんだよね。まあ、そんなわけで、今回天空中央、まあ、あのエンジェルフラッシュの、ね、数がかなり多かったんで、まあ、点数的には相当伸びたと思います。まあ、やっぱりね雷とジェントル東雲は必須ですね。これいなかったら体力相当奪われてると思うんで、練習の回数がねどうしても減っちゃうんでかなり厳しいと思います。まあ、ここはねあのキャラをどうしても限定キャラなんで持ってる持ってないっていうのが出てきちゃうんですけれども、まあ、ちょっと、この2キャラは入れた方がいいと思います。一応投手でもちゃんと練習には出てくるし金徳もくれるんで、うん、まあ、雷は精神だからね、まあ、入れてもいいと思います。で入れないとちょっときついと思うんで、まあ、天空中央で、やる方は一応そういったところを意識すればいいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。